はい、ハリケンです。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、これからね、暑くなる時期に必需品となるですね、冷感グッズのご紹介をしていきたいなと思っております。4月に入ってですね、急に気温も暖かくなって、日中なんかはもうね、日によっては半袖で過ごせるぐらいのね、暑さになってます。直射日光のね、日差しの下なんかですと、キャンプでね、設営なんかしてると、正直先日週末もキャンプ行ってきたんですけれども、汗だくになりました。これからどんどんね、気温が暑くなってくる中でのね、キャンプの設営撤収、かなりね、辛いところがあると思うんですけれども、そんな時に役に立つアイテムを今日はね、ご紹介していきたいなと思っております。それではね、本日ご紹介するギアなんですが、こちらです。こちらがですね、アオーデンさんというメーカーさんの今年2023年の最新モデルの瞬間冷却ネックファンになっております。なんか見た目めちゃくちゃかっこよくないですか？これね、去年も私もこういう扇風機とかの類ですね、首掛けのやつ使ってたんですけど、こういうやつですね、こういうの私ね、去年もうフル稼働でね、夏キャンプの時に使ってですね、少しでも快適にですね、キャンプ過ごせるようにということでやってたんですけれども、今年はですね、なんとこの最新モデル、すごい。これもちろんね、メーカー違うんですけど、前までこういうの使ってまして、これね、最新型のネッククーラーということでですね、今日はね、ご紹介していきたいなと思っております。ではね、早速こちら中身ね、開けていきましょう。どんな感じなのかね、楽しみなんですけども、よいしょ。ではね、中開けていきます。いきますよ。じゃーん、逆だった。こんな感じです。おー、かっこいいですね。こちらがですね、ここに箱がこうなってたのかな。こちらが本体になっております。これね、特徴なんですけども、ここになんかこのシルバーのプレートがついてると思うんですが、これがですね、2つ冷却プレートがついてます。詳しいですね、ちょっと仕組みに関しては私もよくわからないんですけれども、ペルチェ素子というのを採用していて、ここがですね、冷たくなるらしいんですよ。さらにここにですね、ダブルでファンがついていて、ここから風がですね、360度吹き出すということで、頭の方、これね、首につけるタイプなので、頭の方もそうなんですけど、体の方にもね、体を送ってくれるということで、非常にですね、2つのこのファンとこのペルチェ素子というね、プレートでダブルで涼しくしてくれるということだそうです。あとはね、まだね、つけてないんでわかんないんですけど、すごいね、静からしいんですよ。消音性がね、売りみたいで、35デシベル以下のファンの音ということで、こういうね、ファンタイプのね、ブワーっと回るやつだと70デシベル以上にね、なるので結構ね、うるさかったりするんですけど、その辺がね、こちら消音性で静かに過ごせるということでした。あとね、これ軽いんですよね。かなりね、ずっしりとね、こうメカメカしい感じではあるんですけれども、なんと 308g しかなくて、ここがね、すごい柔らかいシリコン製になってて、こういう風にね、動くんですよ。これをね、首につけて、つけるというタイプになってます。あとね、このダブル冷却効果っていうので、つけてね、スイッチを押したら1秒でね、冷感が始まるということでしたので、この後ね、使っていきたいなと思っております。あとね、気になるね、電池の容量とかなんですけども、 4000mAh 入ってるそうなんで、かなりね、高容量のバッテリーが入ってますんで、最大で18時間連続稼働ができるということでした。ちなみにね、スイッチ類ここについてまして、ちょっとね、入れてみましょうか。長押しかな？あ、長押し。これで、これ聞こえますか？これファン回ってるんですよ。めちゃくちゃ静か。あ、なんかね、もう冷たいけど、なんかここにこの氷みたいなマークがあって、これを押すとね、またさらに電気がつくんですけど、あー、すごい、めっちゃ冷たい。ここのプレートが、これが多分ね、プレートのオンオフなんだと思うんですけど、めちゃくちゃ冷たくなってる。キンキンですよ。ほら、すごくないですか？ちょっと結露し始めてますよ。ほら、ここ見えますか？
ほら、ちょっと結露してるっていうぐらい、いきなりね、つけた瞬間に冷却が始まってます。めっちゃ冷たい。ほら、結露してますよ。ほら見えます？ほら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 、こっち側もね、結露してて、ほらこんな感じでね、今ね、結構ね、家の中湿度があるんでね、ここが冷たくなったんで一気にね、結露してますけども、これがね、首に当たって、なおかつここからね、風も出てくるという仕組みになってます。ちょっとね、つけてみますね。うわ、めっちゃ冷たい。うわ、これいいですね。音も静かだし、あとね、風の強さに関しては3段階変えられるみたいな、多分これかな。これで中、これでも結構静かですよ。で、もう一回、これで最大ですかね。結構風量来てますね。で、360度ね、来るので、首の後ろから体の背中の方、あとね、頭の方までね、フルにね、風が来てね、涼しくしてくれる仕組みになってます。ちなみにこれ今一番強い状態と、私がですね、前のシーズン使ってたこれね、比べてみようと思います。これがちょっと両方つけてると分かんないかな。ちなみにこれが最大です。これに対してちょっと一回止めますね。これが一番弱い、これと一番弱い、これとこれの一番強いのが、こっちの方がちょっとうるさいぐらいかな。で、さらに強くします。こんな感じ、結構モーター音がうるさいと思います。で、最大こんな感じですよ。かなりね、うるさいと思うんですけど、これをね、首元でやってると、ちょっとね、誰かとキャンプ行ってる時なんかだと、喋ってると正直このモーターの音でね、声が聞き取れなかったりすることもあるぐらい、結構このモーター音がうるさいんですが、それと比べていただいて、こちらですね、ほら、これ一番弱い状態、めちゃくちゃ静かじゃないですか。で、次、中、そして最強、こんな感じですね。かなりね、消音設計確かにうるさくない。あとは長い髪の方なんかちょっと気をつけていただきたいんですけども、こういう直接ね、ファンがダイレクトに見えているタイプよりは、髪なんかもね、巻き込みにくいタイプになっていると思いますので、その辺もね、女性が使う時なんかは安心してね、使っていただけるんじゃないかなと思います。いや、しかしね、これすごいですよ。この今もう一回スイッチ入れましたけど、これで見ててください。多分またね、結露してくると思うんですよ。結構冷たい、すごいな。これちょっと湿気がなくなってきたかな、まあ、でもね、今めちゃくちゃまた冷えてますよ、これ。あ、でもしてきた、してきた。ほら、こんな感じでですね、結露してくるぐらい、結構ね、ここが瞬間冷却されてきます。ではね、この後実際に、今日ね、ちょっと出かける予定がありますので、こちらをつけてですね、外出してですね、こちらの涼しさ具合の方をですね、チェックしていきたいなと思います。ちなみにね、付属品の方のね、確認だけ先にしておきましょう。この中にね、多分ケーブル類が入ってるんだと思うんですけど、ここにですね、USB-C のね、タイプのケーブルが入ってます。充電どこだ？ここだ。ここに挿して充電するタイプですね。なんで繰り返しね、使うことができます。あとは説明書の方もついてまして、あ、説明書もちゃんと日本語でね、ついてますね。このように日本語説明書もついておりますので、使い方なんかもですね、まあ基本的にボタンを押すだけではあるんですけども、きちんとね、見ていただいて使うことができます。わー、すごいな、しっかりしてますね。ということでですね、この後ちょっとね、外に出まして、こちらのね、実力チェックしていきましょう。すごいな、結露、ほら、こんな感じです。はい、ではですね、今ね、ちょっと近所をですね、これつけながら10分ぐらいね、散歩してるんですけれども、ちょっとね、風が強いので音声聞き取りづらかったら申し訳ありません。非常にですね、ここのプレートのところで直接ですね、この首のですね、首ってこう太い血管があるじゃないですか、そこをダイレクトにね、冷やしてくれるので非常に涼しいです。これだけね、
歩いてるとね、今日なんかも最高気温24度ありますし、日もねこれだけ照ってるので結構ね暑いんですけど、首から上っていうんですかね、非常に頭の方に向けてですね、すっきりと涼しくね過ごすことができてます。これからねキャンプの時期、前半でもお話ししましたけれども、設営の時とね撤収の時めちゃくちゃ暑いじゃないですか、炎天下の中でね。途中からはねキャンプ始めたらタープとかね張ったりとか、テントのね日差しの下でね過ごすことになると思うので、その時はいいんですけど、やっぱり、ね、設営と撤収の時はねめちゃくちゃ暑いと思いますので、そういった時にですねこちらのですねネッククーラー、やっぱりかなりね使っていけるんじゃないかなと思いました。ではこの後ねまとめていきましょう。はい、ということでね、外で試してきた様子いかがでしたでしょうか。これねコンパクトでね、ここのねシリコンのところのあれなのかわかんないんですけど、非常にねフィット感もあってつけ心地も良かったです。そして何よりですね、このプレートとこのファンのねダブル効果でめちゃくちゃ涼しい。やっぱねこれからの時期に熱中症対策ね大切ですから、その時にねこちらを使ってねキャンプをしっかりとね具合悪くならないようにしながら設営撤収をしてですね、楽しんでいけるアイテムなんじゃないかなと思います。ではね最後に気になるお値段なんですけれども、こちらですね色展開がまずこの白と、あとね写真載せておきますけれども、ネイビーっぽい色と、あとね薄い緑色みたいなね色の3色展開があります。色によって若干値段の差があるんですけれども、割引のクーポンでですね実質価格はねこの撮影日段階ですとほぼ同じになってます。でこちらの白い方のね価格でご説明させていただきますけれども、値段の方が7980円なんですが、今ね2000オフのクーポンがついていて5980円、これだけのスペックのものが買えるということで、普通にね私も去年ね使ってたこれなんかも買った時3000円ぐらいで多分買ったと思うんですけど、それよりもねはるかにこちらの方がスペックいいです。これはね電池の容量も2000ミリないぐらいだったので、正直ね1日持たないんですよ。そうすると途中で充電しなきゃいけないなんていうこともあるんですけれども、こちらに関してはね4000ミリの大容量で入ってますので、1日ね長時間モードだったら18時間使えるということでしたので、日中の設営所して翌日の撤収までね十分使えるぐらいのね電池容量あるんじゃないかなと思います。アオーデンさんのね瞬間冷却のネックファン、ぜひねチェックしてみてください。それでは本日の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録とグッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。